んでああいうさ人の似顔屋さんってさみんな同じ絵柄なの。ずっと謎なんだけど。こういう訓練所みたいなあるんだよ。いや、あんの？もしその職業ついてよ。やだ。してるよ。3点ぐらい取るけど、5人もしてるよ。あ、俺尺ないと思ってる。ウォータードラゴンみたいなのがさ当たってさ140です。めっちゃ強かったの。平均が50ぐらいしてさ強かったんだけどさ、これどうぞってさ、なんかティッシュ配りのようにもらったさ、グルリモリ探検のさ、ひたちなか海浜公園のさグルリモリのさキャラクター書かれたさコラボカードみたいなのもらったんだよ。攻撃力240でこれでいいじゃんって思った。ずっとただ2人ともウサギのキャラクターが並んでるイズイズみたいな感じだからね、絶妙にダサい。だからめっちゃ強い。ウォータードラゴンの倍強い。まあ2体いいんだったら1体って120とかね、うん、それでもウォータードラゴンなかなかいいですね。いい勝負です。あれめっちゃ強いじゃんこれと思った。なんでそういうことすっかなと思った。それ以外使わなかったよ。難しいにしたのにスキャンしてボタンを押しただけで君の勝ちだって言われるわ。じゃあさ、今からさ、ここからこの川のところからさ、うん、毎年1年に1回さ、星野はさその年一番大事にしたものを投げるっていうの。いいんじゃない、そういうの。今年だったら何だろう。今年だったら、メガネかな。スマホにしてる？あー、きつい。それはきついよ、星野。だって本当に大切なものなんだから。捨てた？よかったよかった。行こう。これは星野は今日は一日中メガネがつけないです。捨てちゃったんで。つけないです。だってメガネ捨てちゃったんだもん。つけるメガネがないもん。ギミテープあと2つぐらいあんだけど。あ、そう、じゃあそれかけるしかないね。それかけても捨てられちゃうからいいや。捨てないですね。1年に1個だけだもん、捨てるものは。いや、いいよ、壊されちゃう、捨てないとは言ったけど、壊すとは言った。捨てない。でもマジで今捨てないって聞こえた、本当に。捨てないって言っちゃった。当たりないみたいな。捨てないとは言ったけど、捨てないとは言わなかったよ。捨てない風に言った、捨ていないと。捨ていない。捨ていない。すごい。やばい。小学校の時にこんなやついたら眼鏡外してほしい。なんか今一回跳ねて、ドゥンって。感覚の分からない恐怖を味わわせた。あ、回ってる。あ、そのまま突き落としてやがったら、チャンスだったら機関車で引っ殺せばよかった。まったくよ。
足場のペースに強いことじゃねえよ。感覚つかめてないやに、ゲドーマジ。メガネかけても危ないやつだ。楽しかったな、マジ。楽しみだ。え、あんま。隠れてスカジャン着替えたら欲しいの分かんないじゃないですか。マジでやんなきゃ欲しいの。メガネつけてない状態で出てくんなって言われてるのも。メガネかけてもここどこってないですか。そうだね、ちょっと社会人の時に残しておくか、その企画。メガネつけないでミラーアウト見ろ。よし、大丈夫、眼球に指突っ込んで眼球失明させるから大丈夫。噛みじゃねえかよ。え、そこに出れねえよ。誰だって出れねえよ。お前だって出れねえよ。部屋じゃあから。あ、じゃあお前試して。うん、1個しかない玉取ってから。うん、大丈夫。まだマシ、失明するよりは。いや、失明も大事だけど、お前失明も大事だ。いや、まだマシ。ここ危ねえよ。まだマシ。ここはちょっと出っ張って見えた。マジで出っ張って見えた。